どうもこんにちは、今回はですね、先日いただいた岩谷のカセットガスストーブ、多分ね気になっている方もいらっしゃると思いますので、こちらのですねご紹介をしたいなと思います。こちらなんですけれども、電池も電源も不要で、カセットガスを使って熱を発するというストーブになってます。よくある CB 缶ですよね、カセットガス、これを使うんですけども、一応ね、まあ、注意書きってことじゃないんですが、屋内専用という文字がねここに書いてあります。一応ですね、屋内専用ということで作られているものみたいなんですが、やっぱりねこういうものはキャンプで使いたいという方もいらっしゃると思いますので、今回はねこれのねレビューをしたいなと思います。まあもらいもんなんですけどね、もらいもんなんですが、ちょっとレビューしてみましょう。これね、あのサダさんのね貴重面だなっていうところで、ちゃんとねこの発泡スチロールがねそのまんま残ってるんですよ。いやー、あの人らしい。まずね全体から見ていきたいんですけども、まあ、前面はこんな感じで、ここがねあったかくなるところです。この白いところですね。で、ガードがついてまして、ここはね持ち運びができるように取っ手がついてます。取っ手がついてまして、こちらですね、標準モードとエコモードの切り替えができるようになってます。で、単純にここが点火スイッチという感じで、これはねカセットコンロと同じような感じですね。で、テントで使う場合なんですけども、必ずね換気をしないといけません。ここにも注意書きがありますが、換気をしないと死亡事故に至る恐れがありますというふうに書いてありますので、必ずね換気をしましょう、もしくは外で使いましょう。で、ここを開けるとですね、こちらですね、ここに見えるのがヒートパネルっていうもので、どうしてもですねカセットガスって使ってるとだんだんねボンベがね冷たくなっていきます。冷たくなっていくのをこのヒートパネルでですね解消するというような感じです。ボンベを適度に温め、火力を落とさずカセットガスを最後まで使い切ることができますというふうに書いてあります。まあ、細かいところは抜きにしてですね、これを実際に使っているところが見たいという方が多いと思いますので、早速使ってみましょう。で、本当はですね、あの岩谷のカセットガスを使った方がいいそうなんですが、まあ、いつものようにですねひこちゃんです。もうねこう押さえるだけでここが止まってくれますんで、これはこれで OK です。ガスのセットがですね完了しましたので、これを点火と3秒から5秒ぐらい押さえておきます。これで今火がついてます。もうこの前はねあったかいですね。でね、こういうねガスストーブってね中国製のものとかがあったりするんですよ。まあ大体3000円とか4000円ぐらいですかね。で、買える中華製のものがあったりするんですが、あの人が使ってるのを見たことあるんですが、結構ねこう燃えて燃焼しちゃったりとかですね、ちょっと危険なことがあったりもしたので、多分ね岩谷買った方が安全なんじゃないかなと思います。ただですね、あの当然なんですけども、ガスストーブなので、電気ストーブと同じようにですね、あったかいのは前だけです。前だけなんですが、十分なあったかさがあると思いますので、まあ、普通のですね石油ストーブ、そういったものを、買うのはちょっとなという方にはこれをお勧めできるんじゃないかなと思います。ちょっとね昼間なんで見にくいんですが、このね下の方のね着火するところ、鉄があるんですけども、そこが赤くなってまして、この後ろのパネル、後ろのパネルもね、ちょっと分かりづらいですが、オレンジ色に光ってます。で、どのあたりまであったかいかですけども、ちょっと近寄ってみますね。この辺はね結構あったかさを感じます。だいたい30センチぐらい離れてるのかな、まあ、これぐらいの距離であればあったかさを感じるんですが、まあ、これぐらいになるとねちょっと厳しいですね。あったかさは感じません、これぐらい、多分30センチぐらいの距離であればあったかさを感じることができます。
さあ今度はですねガスの実験をしてみたいなと思います。ガスをね2つ用意しました。まずは安いガスのひこちゃん、これと公式で推奨されている岩谷のカセットガス、両方使ってですねそれぞれ燃焼時間がどれぐらいなのか実験してみたいなと思います。もちろんね両方新品です。実験はね標準モードで行います。こちらはですね昼と夜で別々に実験していますけれども、同じ部屋の中です。その結果ですね、だいたいメーカーさんが公表している通り3時間15分ぐらい、まあ、3時間15分前後という感じの結果が出ました。ただ意外にもですね岩谷ガスの方が、なくなるのが早かったっていう結果になりまして、まあ、この辺はですねちょっとした環境の差の違いなのかもしれません。ボンベもしっかりですね空になりました。そういうことでですね岩谷カセットガスストーブ、こちらをご紹介してきましたけれども、こんな方におすすめです。焚き火の後始末が面倒な人、デイキャンプなどをする人、テント内で手軽に使いたい人、液体燃料を使うのに抵抗のある人、こういった方にですねこういったカセットガスストーブはおすすめなんじゃないかなと思います。ということで今回は、冬の暖房器具カセットガスストーブのご紹介をしてみました。それでは